ハロー皆さん、こんにちは、るちゃんです。ハロー、たちゃはお、もうすぐはる。はると、久しぶりなんだよね。久しぶりだね。そう、なんかめちゃくちゃ久しぶり。そうそうそう、今回ははると、マッチでインタビューしたいと思います。はい、はるがもう得意得意って言ってるから、今回任せてください。その日本人の女性に聞きたいテーマは2つあります。1つ目は台湾に対してどういう印象、どういうイメージというか、台湾人もいいし、2つ目は好きなタイプという感じで聞きたいと思います。聞いてきましょう、はい、台湾ってどういうイメージがありますか。料理が美味しい、はい、料理が美味しい。台湾行きたいです。台湾行きたいですか。行きたいです。台湾行きたい。行ってみたい。じゃあ2人で聞いてください。好きな、男性の性格、はい、あった。明るくて元気な人です。明るくて元気、はい、はい、一緒に楽しい人。一緒に楽しい、で優しい人ですね。いや、俺かもしれないですね。好きな男性のタイプを教えてください。なんだろう、楽しい人。楽しい人。優しい人。優しい人。ドア開けてくれたりする人。なんか普通にレディファーストレディファーストがモテるらしいです。はい、次、台湾についてお願いします。台湾、すごい日本大好き、日本大好き、イメージある、日本大好きですだそうです。はい、僕もレディファーストできるように頑張ります。ありがとうございました。他很会拦人呢，我之前自己去拍街访的时候，我完全拦不了人。もうトーク力がすごい。ありがとうございます。台湾についてのイメージを、教えてください。台湾のイメージは、街が綺麗。街が綺麗。住みやすいって聞いたことがあります。はい、はい、価格とかが安くて、はいはい、なんかいい国だよっていうのは聞いたことあります。いいですね。台湾についてのイメージすごい良かったです。はい、次、男性の、好きなタイプ教えてください。 BTS、はい、メンバーなら誰でも好きです。BTS のメンバーなら誰でも好きらしいです。もう日本人ダメですね。負けました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。台湾についてのイメージをお願いします。タピオカらしいです。なんだろう、日本と仲いい。新日ですよね。千と千尋でさ。おお、千と千尋。すごい。九夫。舞台ですよね。はい。ありがとうございます。じゃ次に、好きな男性のタイプを一人ずつ聞いていきます。大人で面白い人が好き。大人で面白い人。はい。どっちでもない。ごつい人、いいですね。やっぱ、まんじ系。あ、まんじ系最高っすね。吉沢亮と付き合いたい。あ、いいですね。あと高橋一生と不倫したい。不倫したいですね。わかります。はい、わかります。じゃあ、マッキンユーね。マッキンユー正統派ですね。マッキンユー、はい、はい、僕も負けないようにかっこよくなります。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。優しいね。頑張ってください。もう優しかった。ありがとうございます。今から可愛い女子高生3人を、台湾についての質問を聞きます。台湾についてなんかイメージ、どんなイメージありますか。ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。台湾じゃあご飯が美味しい。ご飯が美味しいですね。ご飯が美味しい。ご飯が美味しい。すごい美味しいと思いました。ありがとうございます。タピオカとか。タピオカね。そう、タピオカ発祥の地だもん。そうです、台湾に。そうだよ、知らないもん。ね、タピオカ好きでしょ。好きです。俺も大好きなの。好きな男性のタイプを聞きます。好きな男性のタイプ、優しい人。優しい人。好きな男性のタイプ、ちょっと最後、最後がいい、最後がいい。一緒にいて面白い人。一緒にいて面白い人、間違いない。面白くて、なんだろう、無言でも一緒にいられる。無言でも一緒にいられる。いいね。じゃあ次、好きな顔聞きます。好きな顔、自分が二重じゃないから二重幅が広い。え、俺ですか。あ、違います。自分に不安ないでよ。芸能人で言うとオードリーの春日。体が大きい。
あ、知らなかった。顔が顔が好き。知らなかった。髪の毛が下ろしてるのが、いいですね。カメラ近づやが好きです。あ、私もいいですよね。僕すごい絆好きなんですよ、亀梨君。めっちゃいいですよね。カテン大好きなんで。大好きです。すげえ。春から約束ですね。いや、すごい好きなタイプが被りました。ありがとうございます。はい、以上今日のインタビューの動画でした。はい、もし皆様はまた他のインタビューのテーマ見たいときに、ぜひ下でコメントで教えてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもしよろしければ、このチャンネル少しでも面白いと思ってくれたら、チャンネル登録といいねとコメントお願いします。お願いします。ファンのインスタグラムはこちらです。はい、はい、私のインスタグラムはこちらです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。めちゃ手が震えてる。バイバイ。重いもんね。ありがとう。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。